Google Nexus Galaxy Nexus Galaxy Nexus は、サムスン電子と Google によって、共同開発された、第3世代移動通信システム、及び第4世代移動通信システム対応の、Android スマートフォンである。端末並びにオペレーティングシステムの開発には、両社のエンジニアが共同で行われた。Google のフラングシップ機として、Nexus 1と Nexus S に次ぐ機種である。 端末にはカーブが設けられた高成サイドのスーパーアモレッド方式のディスプレイ、カメラ機構の改良、そして Android OS の新しいバージョンとなる4.0が搭載された。名称はサムスンのスマートフォンブランドであるサムスンギャラクシーと Google ググの Android スマートフォンブランドである Google ネクサスを組み合わせたものである。2011年10月19日に 香港で Google と Samsung が共同で開いたアイスクリームサンドウィッチのイベントで明らかにされ、同年11月17日に世界で最初に発売された。日本においては NTT ドコモから SC-04D の型番として、同年12月2日から発売されている。2011年5月。 Google のモバイル部門上級副社長のアンディ・ルービンは、Google が次のネクサスブランドの計画を続けること、そして3代目のネクサスを市場に出すことを公表した。10月19日にサムスンモバイル社は、Google エピソードと称するティザー映像を解禁、上映した。もともとこの動画は10月11日に公開する予定であったが、5日のスティーブ・ジョブズの請求を受けて、延期した。 2013年7月24日に GSM 版グローバルモデルが Android 4.3にアップデートされた。しかし2013年10月31日、Android 4.4の発表時に Galaxy Nexus へのアップデートは提供されないことが発表された。これによって公式でのアップデートは実質上 Android 4.3をもって終了した。一方、サードパーティーが提供する。 カスタムロムでは、図画等が Android 7.1ヌガーまで対応している。Galaxy Nexus では、曲面ガラスを使用した4.65インチの1280、720ピクセルに高精細の、スーパーアモレット方式のペンタイル配列の UKL、ディスプレイ、テキサスインスツルメンツをマップ4460、周波数1、2GHz のデュアルコアプロセッサー。 パワービファー SGX540 のグラフィックスチップ 1GB のラムを搭載している。他にア7 5 0 m a h のバッテリー 1.3MP のフロントカメラ 5MP の背面カメラを搭載し 1080p のビデオ撮影第4世代移動通信システム Wi-Fi A, B, G, N Bluetooth GPS 気圧計 近距離無線通信 16GB または 32GB の内蔵ストレージが搭載されている。また、マイクロ USB2.0 のポートを通じて MHL のホストもサポートしている。これはギャラクシー Nexus の出力から 1080p のオーディオビジュアルのコンテンツを HDMI を通じて高精細度のテレビ受像機などの映像機器に映し出すことが可能となる。 ギャラクシーネクサスに物理的なボタンはないが、代わりに一部の Android 4.0端末より画面上で表示されるソフトキーの機能をシステムソフトウェアに組み込まれた。また、3色の通知 LED は先代のネクサス S で一度消滅したものの、ギャラクシーネクサスでは再び搭載された。3.5mm のヘッドホン用ジャックは端末下部に設けられており、カメラは 背面上部中央に設置されている。また、端末の内部ストレージは 16GB あるいは 32GB を搭載しており、これはモデルに依存している。ギャラクシー Nexus は、Android 4.0アイスクリームサンドウィッチを搭載する初の端末で多くの新たな機能の追加と修正が行われた。以下は、その一例である各、モデルごとの使用表。 ネクサス1及びネクサス S に続き、ギャラクシーネクサスにおいてもシムロックフリーでの販売がなされているところもある。イギリスでは、オー及び3の2つのキャリアから2011年11月17日に499.99イギリスポンドから HSPA 版の 16GB モデルのみ発売されている。カナダでは、 ベルモビリティとバージョンモバイルから2011年12月8日に、ロジャースワイヤレスとテラスでは2012年1月に発売された。アメリカ合衆国では、ベライゾンワイヤレスとスプリントネクステルから LTE 版が提供された。また電子決済サービスのグーグルウォーレットに対応している。日本では NTT ドコモから SC-04。 D の型番として発売されており、ドコモネクストシリーズに分類されている。HSPA 版の 16GB モデルのみ販売されている。インドでは2012年1月21日、フィリピンでは2012年1月28日、バーレーンでは2012年3月4日にそれぞれ発売された。ありがとうございます。